私たちもう疲れたんで東京から出ます。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。せーの、はい、ということで徳島着きました。見てくださいこの天気、最高マジで最高。おかげで荷物も増えました。1日目は魚釣りに行くみたいなんですけど、はい、これ大丈夫ですか、できますか。あ、中止になりました。あ、でも30日再調整で。あー、やった。今日何するんですか。今日はあのボルダリング。ボルダリング、はい、あ、壁登るやつ、うん、やったー。もうめっちゃ楽しいんで引き取りをします。イエーイ。ということでレッツチェンゴー。はい、ということで1日目はこちらボルダリングにやってきました。いっぱいある石みたいなのが。やったことありますか皆さん。マジでないです。私もマジでないんですよ。緊張するんですけど、うん、今回はボルダリングのインストラクターの方をお呼びしたいと思います。はい、戸川先生。お願いします。いつもやられている挨拶からやっていきたいと思います。はい、ほなまあですね、座ってください。はい、これ一応うちのね、3つのことを大事にしてて、挨拶しましょうっていうのと、まあ人や物に感謝しましょうっていうのと、安全に注意しましょうっていうことをやってるんでね、はい、まあ、とりあえずまず挨拶から。わかりました。はい、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。クライミングっていうのは体の柔らかいのが結構大事なんで、ウォームアップのストレッチをします。はい、すごいですね。これ全部一個一個戸川さんが作ってくださったんですよね。まあ誰もできますけどね。先生、ウサギとキノコやりますよね。ここのルールとしてね、はい、石を、ね、ホールドって言うんですけども、はい、そのホールドには、生き物のホールドとかね、食べ物、生き物食べ物のホールドは足で踏んだらダメですっていうルールなんですよ。なるほど、はい、確かにウサちゃんは踏んじゃダメ。はい、膝回しね。ぐる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 こさみ。じゃあ行ってくるね。いってらっしゃい。生き物、食べ物を踏んだらダメですよ。はい、ご無事で。ご無事で。よいしょ。何にしに行くの。ほんでその緑を両手でタッチして、はい、タッチ、こっち見てイエーイでピースするんです。イエーイイエーイイエーイ、はいはい、パチパチおります。はい、ステージにはそのまま行かないで、あっ、あっ、ないで、あっ、泣いて、あー、あー、キノコえ、キノコ、あれです、自分もキノコなんで。頭かな。先生、絶対落ちないです、私。うん、あれ、絶対落ちるの。絶対落ちません。ほんま、ここまで来たらもう、意地でも。はい、その気持ちがいい。これや。はい、え、待って、いける。よっしゃ、両足ちゃんとついて。すごい。すごい。すごい。手元もやばい。その足は。はい。はい、OK。やったー。わー、楽しいこれ。綺麗よが。はるか。はるかが綺麗。足が一気に変わって、ちょっと主張しますねこれに。はい。お願いします。どうぞよろしくお願いします。じゃあ行ってきまーす。はい。気持ちない。いやでもこれ達成感半端ないです。気持ちない。登る場合は足からな。足って言ってな。はい、足って言って、ちょっといかにかっこよく言ってれば。確かにキノコダメだよ。キノコかっこいいよ今その形。足、え、かっこいい。足って言って、でここでこうやってやるんですよね。こっち向いて、はい、イエーイ。ダウンします。はい、手足ですね。形が何事すぎてない。手足先に手押しよう。手そう、手合わせ、手、あ、でもめっちゃいい。足開いて、足開いて、手あ、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 あ
しよしよしよし、いけるいけるいける、あ、あ、足で、手先を押して足、はい、もう一個足え、これ、ついていいですか、はいはい、それ、何だと思ったのそれ、ありがとうございました、はい、お願いします、お願いします、登ります、はい、え、なんか度胸なくなってきた、え、先生、あ、大丈夫だよ、大丈夫、あっ、あったっけ、うん、キャベツ、足、足食べないはるか、危ない、ここ怖っ、さっちゃん、やばい、変な姿を撮られたキャベツ、天狗だな、それ、はい、足上げよう、足上げよう、足、え、どこまで行ったら終わり、緑、はい、緑、パープル、右手はパー、パープル、パープル、急に英語両手で、バッチャーショー、両手で、両手で緑、両手で緑、左足タップル、ピースできない、一回休憩する、はい、ピース、はい、ピース、あ、イエーイ落ちないよ、落ちる、ねえ、これどうすんの、マジで、待って、これは際どいぞ、この足は、そうだ、これで横移動、落ちるとこがテンションよ、やだ、待って、やばい、やだ、店長じゃん、店長、え、マジ？テンション。テンションだ。そこな。しなさい。しなさい。しなさい。ちょっと、もう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 、はい、ということで初めてボルダリングやらせていただいたんですけれども、すごい楽しめたので、はい、皆様も徳島に来た時はここに遊びに来てください、はい、ということで今日は本当にありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、はい、今夜ご飯食べてます、イエーイ、何頼んだ、スマホが一緒なんだよね、あやべ天丼みたいな、あやごだよ、あやごだ、すごくない、盛り方マジやばくない、マジかわいい、かわいい、海鮮丼にした、みんなご飯大盛り、うん、幸せ、こっからお風呂入ってコテージに行きます、ご飯美味しく食べます、いいや、2日目の朝でーす、イエーイ、昨晩はよく寝ましためっちゃ早寝したし、で今から田舎で踊ろうの撮影をします、待って、足場危ないし、え、待って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 、止まんない止まんない、どうしようどうしよう、もうね、こんな感じなんだよ、待って、危ないということで、はい、川に着きました、イエーイ、今からここで踊りますということで、お寺にやってきました、イエーイ、すげえ、めっちゃ上まであります、カニカニカニ、こんな本物のカニ初めて見た、ちゃんと横歩きしてるバイバイ、え、中も入れるじゃん、めっちゃ景色綺麗です、はっはっは、我らが侵略してやったぜこの村を、村海の展望台に来たらめっちゃ猫いるんですけど、待って、来てない来てない、こっち、え、なんか来てる来てる、やだ、ちょっと怖い、どうしたん、ダメ、餌くれだよ、餌くれ、え、すごくない、すごい、なんかさ、広すぎない、めっちゃ綺麗、さすが四国、今移動しております、はい、でかいんですよこの車、ちょっとねトラブルがあって後ろ見るたんびにね、ラーメン作ってそうな風習出てるから、店長です、いや、まずラーメンはね、はい、何が大事かっていうとね、湯切りなのよ、湯切り、はい、あれですか、そうそうそう、あ、あの店長、私一応ハチマキしなくてもピンクっていう結構強いやつ持ってるんですけど、あ、うん、めっ
ちゃね、そういうのね、お気に入り。店長、あの、お気に入り教える人をお気に入りとかで選ぶタイプですか？え、もちろんもちろん。あなたはちょっとピンクにしたらお気に入りになるわ。あ、私ですか？それがダメだったらピンク巻きな。わかりました、ピンク巻きます。店長、これからラーメンを作っていきたいと思います。はい、見てください、この空気が美味しい場所。すごい、本当に心が安らかになるわ。こんな田んぼで撮りました。さっきアヒルがいたんだよ、白い白鳥ね。今までで一番緑なんじゃない？うん、なんかちょっとこういうとこまでのんびり暮らしたいなっていう気持ちも芽生えてきました。早くない？いやね、海行くので、はい、海めっちゃ楽しみ、海めっちゃ楽しみ。海で踊ります、イエーイ。行ってきます。やばやば、めっちゃ海の匂い。わー、海だー。やばいやばい、本当にやばい。波の音。え、海が、海が、わー、海だー。カメいるかな？カメいたらやばいでしょ。食べちゃうよ。ここで食べちゃうんですか？海を感じる。え、ん、帰ります、帰ります。夜なんですけれども、おすすめでご飯を作っていただいてるということなので、わー、楽しみ、はい、めっちゃ楽しみなんですけど、私でも何、ほんとさっき聞いたので何が出てくるのかわかんないんですけど、ご飯が来るまで待ちたいと思います。はい、こちら中町のこのチャーハンというものでして、焼き飯とうどんのセットです。ありがとうございます。これは普段はつかないんですけど、一応こう鹿肉はこれとんかつソースで食べていただいて、ありがとうございます。すごい、私チャーハン大好きなんですよ。これは本当に嬉しい。やったー、はい、ありがとうございます。はい、だってめっちゃうまそう。美味しそう、だってめっちゃうまそう。美味しそう。じゃあ早速、はい、え、はい、どういうこと？3つですね。はい、はい、あ、あ、とってもチャーハンですんで、ぜひ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。え、あれ何これ？じゃあちょっと食レポートで。はい、これお山？ん？お山をイメージしてるってこと？何も言われなかったよね。あの何も言われてないので、あの突っ込んでいいのか。早速いただきます。はい、いただきます。うーん、うまっ。待って、めっちゃ美味しいんだけど、このチャーハン。楽しい。うん、うまっ。え、めっちゃうまい、このご飯。いただきます。え、うまチャーハン。待って、味が美味しい。うまい。え、うん、めっちゃ美味しい。え、うま、めっちゃカツに合う。うん、美味しい。美味しく食べたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも今の数秒の間でさ、え、めっちゃ好きなんって言ったら来たじゃん。多分その間の趣味が、その間に、え、すごい嬉しいよ。はい、ということで3日目はこちら川にやってきました。今日はラッキーで川下りをするという日なんですけれども、はい、あの人数の関係上と一人で分からなきゃいけないんですよ。なんで？めっちゃ嘘でしょ。本当に、え、これガチです。聞いてないんですけど。あの、もう一人と二人を決めますので。え、グッドで決めるの？グッドで決めるの？グッドバーで分かれましょう。はい、ということで、はい、見に来て
帰ってくれるように頑張りますので。頑張ります。川下りへレッツチェーンゴー。キャッチしてスライスクリームを上をキャッチしてスロー。いよいよ着水の瞬間です。冷たい冷たい冷たい。落ちた場合はこういう体勢で流れてきます。もっと左、こっちこっち。あの二人、下手ですね。下手やな。ほならですね、リカバーの練習しますね。落ちてから上がる練習を。はい。バタ足、上がる。バタ足。バタ足、バタ足。バタ足、バタ足。バタ足、バタ足。上がれんようったら後ろのメンバーが、このライフジャケットの肩を持つ。で、後ろの人、後ろの人。あの前の人、ちょっと肩持つ、肩持つ。飛んで、ね、引っ張る引っ張る。バタ足やめんと、バタ足やめんと、バタ足、バタ足、バタ足。バタ足、バタ足、バタ足。そら、どんまいまい。お、いけるいける。いけるぜ。そうそうそう、バタ足。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイスナイス。ナイスー。いけたー。次回一緒に行くそうでーす。どうでした？後ろ向きで落ちました。ラッキーに慣れてきたので資格があるみたいです。なに川下り、どんだけかっこよく下れるかっていう対決らしいです。そんな余裕ないんですけど。先生にどっちの方がかっこよく降りているかっていうのを判断してもらいます。はい。一番やばいところらしいです。もし船に巻き込まれたら5秒間上がってこれないみたいですよ。怖ー。行っていきたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、始まりました。川下り誰がかっこいいか選手権、今回のコースはこちらになっております。瀬川、お、はるか、マネージャーペアスタートです。おー、風を切ってかっこよく漕いでいる。頑張れ頑張れ。おお、ちょっと波が強いぞ。頑張れ頑張れ。おー、大きな波を越えて悠々と漕いでおります。さすがです。おお、このエミピースゴールしました。さすがですね、余裕の表情です。あ、魔法コトペアスタートしました。頑張れ頑張れ。頑張って漕いでおります。おっと、ちょっと息が合ってないぞ。おっと、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、おお、え、あ、どこへ行ってしまったんだ。魔法コトペア、え、いない。どこだどこだ、探してもいない。どこ行ってしまった。出てきた。絶望的な表情しております。もう、ああ、頑張れ頑張れ。先ほど後ろ行ってしまったところが、おお、乗り越えた。頑張って乗り越えた。おおっと、あ、落ちた落ちた。教えてます。真帆さん、しっかり教わったポーズをやっております。琴音氏はボートに捕まって波に連れ去られてます。絶望的な様子でございます。真帆、大丈夫？はるかマネージャーボートに救出を求めております。見てください、この景色。イエーイ。そして私たちはジャイシというところに今乗ってます。崖の上です。こっから私が飛び降りることになったので行きまーす。はーい、待って、はるか、みんなありがとね。3、2、1。気持ちいい。はい、ことに行きます。
ということで、はい、長時間にわたるダッキー川下り終わりました。5時間も乗ってたらしいですよ、うちら。やばくない？やば、もう明日動かないよ。こんなんで、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 じゃあ明日布団から出れないよ、マジで。まあ引っ張り出すんですけど、まあいろいろあったんですよ、本当に。いろいろありましたね。ということで、これから美味しいハンバーグ食べに行きたいと思います。楽しみ。先生、ありがとうね。まあね、よく頑張りました。基本で特にね、風がひどかったんですよね。こんだけ向かい風がちょっとひどかったので、頑張りました。ありがとうございます。ということで、先生、あの彼女募集中とのことなので、こちらのメールアドレスまで。やばい。